北海道コンサドーレ札幌島福亮のレシピを大公開、せーの、福飯。今回も教えていただくのは島福亮のお二人、寮母の大地忍さんと調理師でアスリートフードマイスターの松浦さやかさんです。今日はどんな料理作っていただけるんでしょうか。今日は隠し味入り本日の島福亮カレーです。隠し味は今教えていただけない。秘密です。秘密です。選手に必要な栄養素をたっぷり含む隠し味とは、食材はこちら、定番のジャガイモの代わりに大豆を入れるのがポイントです。カレーはだいたい芋定番なんですけど、その代わりと言っちゃなんですけど、これは意外と主張して美味しいです。はい、タンパク質が豊富で筋肉をつけるためにアスリートにはぴったりの食材なのでカレーに入れています。早速調理開始。基本的な作り方は一般的なルーカレーと同じです。カレー特にいっぱい食べる選手っています？金子選手とか試合の後おかわりしたりとか、大体カレーを出すのはナイターの試合の後とかが多いので、とにかく食べやすいもの、できればもう食べないで寝ちゃいたい選手もいるんですけど、その辺はやっぱりしっかり食べて、しっかり食べて次の日リカバリーとかあるので。続いて具材が入った鍋に水、大豆も加えていきます。最後に隠し味の出番です。選手たちに何が入っているのか当ててもらいました。わかるよ、ね、何言われたらわかるね。錦糸エビ入ってます。チームのカレーってこと、絶品です。言うたらわからんけど、正直なところ、はい、隠し味の正体は干しエビ。すごい。運動する方に必要な栄養素がたっぷり含まれています。シエビはカルシウムが豊富に含まれていて、汗などでカルシウムを夏場は失われてしまうので、カルシウムを補給するために干しエビを入れています。隠し味の干しエビも鍋に入れていきます。蓋をして煮込み、沸騰したらアクを取り除きます。ルーを入れて溶けたらニンニクを投入、それから10分ほど煮込めば出来上がりです。本日の島福亮カレー完成です。おいしい。見た目全然干しエビ食べてると分かんないし、食感も分かんないですよ。しかも入れてる量もそんなに多くないですよね。それでこんなに味が深くなるんだっていう。シーフードミックスプレートあるじゃないですか、うん、ああいうのでシーフードカレーは簡単に作れるんですけど、まあまあそこそこ値段、まあ、干しエビでこれだけのシーフード感を出せるって、そうですね、時短と、うん、あと価格に優しい島福亮のカレー。そっか、予算もちゃんとあるんだ。カレーはいつもおかわりするという金子選手にも感想を聞きました。いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。皆さんもぜひ桜エビを入れてみてはどうでしょうか。隠し味は干しエビの本日の島福亮カレー、ぜひ皆さん作ってみてください。